さてさ、仕送りでございます。信号待ちです。まっぱれです。すごい天気はいいんですけど、今日は風が強くて、車の中はあったかいんですけど、外はね、ちょっと木の枝が揺れるぐらい風が強いですよ。今日ちょっと花粉の薬が切れましてね、何も飲まずにこんな天気のいい時に出てきてしまったという形で、この過ちは今日だけにしてね、あとは薬が届かない限りも家から出ない、そんな状況を作りたいと思います。このまま天気がいいままなのかな。まだ僕の周りでは桜がある公園咲いていないのであれなんですけど、なんで桜ってさ撮りたくなるんですかね。すごい期間限定だからかな。僕が70歳まで一人で公園とかまでプラついていける元気が70歳がタイムリミットだとした時に、あともう40回は切ってるわけですよ。38回9回ぐらいあと見れるわけですね、桜を。そう考えるとね、短いですね。普段虫が嫌いだからネイチャーを取りに行かないし、どちらかというと建物とかね、鉄系、自然とは程遠い人工物の方が取りたくなる人だから、普段菜の花とかね、そういうところに生えている咲いているものを取らないのにもかかわらず、桜だけはなぜ取りたくなるんでしょうね。去年あんま覚えてないけど、確か非常にポートレートに近いぐらいの中望遠85ミリとかなんかその辺で、いわゆる一つの一輪にねピントを合わせて、残りをすごいこうピンクの帯のようなバッグにとかっていうのだったら、もう簡単にどんなシチュエーションでも人が混んでいても撮れるから、そういうのでごまかしてきましたけど、あと今年撮る機会があれば、ごまかしがそこまで効かない広角1735とかの結構広角なレンズでどれだけ挑戦できるのか、そういうのをちょっと試したいなと思っています。こう天気がいいとね、やっぱりそういう話になっちゃいますね。もうちょっと前に折りたたみ傘をアマゾンで買ったんですよね。大きいやつ、なんか10本の骨がどうのこうのみたいなのを買って、すごいテンションも上がったんですよ。若干ほんの気持ち重たいけど、手に持ったら重たいなって感じるだけで、カバンの中に入ってたらそこまで、例えばコンビニとかで売ってるね1000円ぐらいの折りたたみ傘と比べるとそんな大差ないなと思って、しかもワンタッチで、機能はねコンビニと一緒で、ただただちょっと頑丈になって大きくなったっていう折りたたみ傘を買ってテンション上がっていたんですけど、やっぱねそういうの買ったら全然使う機会ないですよね。なんか新品の傘なのにもかかわらず、あのスニーカーの防水スプレーのクレップっていうのがあるんですけど、僕はクレップを多用していますが、それを折りたたみ傘の表面にも使うぐらい気合を入れてもう準備万端なんですけど、まあまあどのみち梅雨の時期にね使うことになるからいいんですけど、ちょっと早く使いたいなという気持ちですよ。よし、というわけで、今日はあったかいのにもかかわらず T シャツに軽いライトダウンみたいなやつを着て、全く TPO に合っていない格好をしていますけれども、外出るのが怖いな、これ。後ろ木あるしな。花粉、まあ、パッパと用事を済ませて、パッパと帰って。花粉の薬が切れて数日経って、家に出ていない時もありましたけど、花粉の薬を飲まなくても花粉症の症状が家の中で若干感じると眠たくなるもんですね、人というのはね。僕は今まで薬を飲んでるから眠たいんだ、だからしょうがないっていうことで自分を励まし慰め、そういうことだよねっていうことで自分を言い聞かせていましたけど、実はそうではなかった。薬に頼らずとも眠たいんだこの時期は、ということが分かって、より自分のせいではないと、花粉のせいだということが言えるようになりました。世の中の人はそれを自分のせいというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、僕の尺度で見た見解ではこれは花粉のせいだというお話にまとまりました。というわけで今日はその辺で終わりましょうかね。それではまた明日、ごきげんよう。